名寄駅に到着間際、右側にコンテナ置き場がありました。石を組んで作ったホームの痕跡。これは名寄オフレールステーションで、今は列車ではなくトラック輸送のコンテナ集積基地となっています。美深出身の KY さんと母校名寄高校を目指して旅する企画、今回はその完結編、名寄の街の様子をお伝えします。名寄駅で乗り換え、2番ホームに降りてそのまま向かい側の3番ホーム、名寄高校へ行く列車へ乗り込みます。この列車は H100 型、近年 JR 北海道で急速に導入が進んできた車両です。わあ、結構傷だらけになってますね。これ、この列車、名寄高校へ向かって右側からは分かりませんが、左側には窓のないところが2箇所あります。私はこの日初めて乗って、そこに何があるかを確認することができました。デクモ、ディーゼルエレクトリックカーウィズモーターズ、ディーゼルエンジンで発電した電気を使って走ります。この時扉は開いていましたが、ボタンを押して扉を開け閉めできます。入り口付近は窓向きに座るロングシート、そして1つ目の窓のない部分は消火器や避難はしごを収納するところとなっていました。中間付近は前後方向を向いて座るクロスシート、窓が途切れている方が2人掛けです。2つ目の窓のない部分は多目的トイレになっていました。窓のないところは多目的トイレなんだ。まだ新車の香りが残る車内、運賃表示器は液晶画面、運賃箱は使わないときは収納できるようになっています。運転台は見えなく、今乗ってきたキハ54型と比べると前方の視界は狭く感じました。切符は名寄高校まで買ったのですが、私たちは名寄駅の探索と街歩きをしたくなり、ここで降りることにしました。一番ホームには特急列車を待つ人の姿が見られました。この切符は途中で降りると無効になります。名寄高校まではまた切符を買うことにして改札を出ました。このように相談できる人がいると安心。名寄駅は緑の窓口もあって、留萌駅を鏡で映したような作りに感じました。待合室とは仕切りがあります。椅子の座布団には産業の文字が、これは名寄高校に統合した一つ、産業高校の生徒が作った座布団です。待合室には多目的ルームと名付けられた部屋がありました。壁には鉄道の写真が飾られています。開駅120年、この駅舎になってからだけでも96年の歴史があります。昔は名寄高校駅がなかったから、ここで降りてどうしてたんですか。ここから自転車が置いてあって、自転車どの辺に置いてあった。ああ、自転車置き場。ああ、はい、冬は、はい、ちょっと出た大通りのところからバスに乗って、はい、あ、バスに乗ってしまう。歩いた時は30分かけて歩いたりしました。歩いた。ここに行ったようなことを思い出して、ちょっと街の中を歩いてみましょうか。もう高校生の気分でね、ちょっとスイーツでも食べに、はい、おお、バス停が結構いくつか並んでますよ。これは幌加内駅。幌加内駅、下川御根内、あ、御根内っていうのはあれですね、あの初野の美深14線のおこっぺとかも行くバスがあるんだ。すごいな。あ、結構1日それぞれ7本ぐらいありますかね。7、8本ぐらいありますね。よし、
あー、そしてここが観光案内所になってるのかな。ここはバスの待合所と、あとホールになってますかね。すごく広い。で、こっちがショップになってるのかな。で、観光案内所。すごい駅前広いですよね。なんか昔ながらのアーケード街になってるね。これ三つ星食堂。うん、外観綺麗になりましたけど、昔からありましたこの。ナヨロプリン。ナヨロプリンってありますけど、なんすか、あ、甘い香りが漂ってきました。昔からあったけども入ったことなくて。入ったことない？KY さん、買い食い一つしない真面目な生徒だったようです。じゃあ、10年分いっぺんに3つのプリンを食べ比べてみました。とろーりってとろみがあって甘みもちょうどいいって美味しいです。あっさりしててごまの風味美味しいです。うわ、なんかいい色ですね。なんか美味しそう。ほいほい。どうですか？あ、ほっくりして甘いって美味しいです。ほっくり？ほっくりした。ほっくり。ほっくり。ほっくり。駅前通り950メートル先の突き当たりにあるのは名寄市立総合病院。最も高いレベルの三次救急を担う病院で、その担当エリアはここから稚内まで四国に匹敵する面積をカバーしています。医療はチームワーク。ここだけの話。この病院の環境を好んで手術をするお医者さんもいるそうですよ。名寄の中心部には一律の4年生の大学があります。前身となる短大を共学にして一律化、そして4年生に移行しました。人が入れ替わっても常に800人くらいの若者が町にとどまることになります。名寄も明るい話題ばかりではありませんでした。かつて新名線横に専用線もあった王子グループの製紙工場が2年前に名寄での操業を停止しました。従業員100人を抱える工場でした。人口2万5000人と留萌よりも5、6000人多い規模の町名寄。今年の夏も高校生の元気な掛け声が名寄駅前に響き渡りました。名寄市は高校生たちのために新しい駅に投資をしました。大人たちが自分たちを大切にしてくれた、そんな記憶を持った生徒たちが親になった時、たとえ他人の子であっても大切にしようと思う気持ちを持ってくれるのではないでしょうか。